はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語 What の使い方丸1をお送りします。で、今回はポイントを含めて全部で10問ありますので、まずね、ここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回主役はこの子、What です。で、自分は What って発音するんですが、もしかしたら What っていう発音で習ってる方もいるかもしれない。あとは、みんなのお父さんお母さんの世代は What の方が多かったらしいです。で、これはですね、英語の語源というか、まあ、アメリカ英語とかいろいろあるんですけど、それによって What だったり、What だったりするそうなんですよ。で、教科書とか参考書によってもちょっとね、こっち What だったよとか、What だよっていう場合もあるので、まあ、もしかしたら自分が What っていうとね、違和感ある方もいるかもしれないんですが、まあ、自分の動画では What でいきますので、そこはご容赦ください。で、まず、この What はすごく大事です。この先めちゃくちゃ使う。で、その意味からまず覚えてもらいたいんですけど、この What、 こいつだけの意味はシンプルに何です、何って意味になります。で、文のほにゃららに使う疑問詞のメンバーだよって書きました。で、この何って意味をまず覚えてもらうのと、使う場所がですね、決まってて、文の最初に使います。つまり文があったら一番先頭で使うんです。で、これも、その先ね、この先ずっと勉強していく中で、使わない場面は出てきます。What をね。ただ、この1年生のこの段階では、What は一番最初に使うんだよっていう風に覚えちゃってください。その方が圧倒的に多いんで、使うことの方がね。で、この疑問詞っていう言葉、今回問題にはしなかったんですが、この言葉もぜひ覚えてください。疑問詞っていうのがあって、そのうちの一つが What なんです。で、この先、この子も疑問詞だよって、この単語も疑問詞だよっていうのは出てくるたびにちゃんと言いますんで、ひとまず、What は疑問詞っていうメンバーの一員なんだと覚えておいてください。いいかな？では、早速ね、まず問題やっていきましょう。で、今回、まあ、What の使い方をね、こうやってもらうんですが、基本的には、これは何ですか？あれは何ですか？っていう、この2個の言い方を丸暗記しちゃっても構わないです。そう、丸暗記しちゃっても構わない。ただ、その、このね、答えの中に、細かいルールというか、のが入ってるので、できればそこまで押さえてもらえると嬉しいんですけど、まず、このね、これは何ですかっていうところの、何が入ってます。ってことは、もう文の最初で使うって言ってるんで、What を最初に使いましょう。で、最初なんで、W は大文字になります。で、後ろなんですが、答え先に書きますね。こう。What?is this となります。 What is this? で、これでこれは何ですかって意味になる。で、さっきも言ったように、このね、段階の勉強だとこれがそのまま出てくることがたくさんあります。テストでも。だから丸暗記しちゃっても構わない。いいかな。で、この What を使う時の大事なルールが2個あって、まず1個、簡単な方からいきます。今まで、今ハテナついてる、クエスチョンマークついてるから疑問文ですよね。質問したいときって、最後が上がってたんですよ。こうやって、ほにゃらら。Is this a book? みたいな感じになってたんですけど、What を使ってるとき、正しくは疑問詞を使ってるときなんですが、疑問文でも最後は下げていってください。だから、What is this? ってならないんです。What is this? ってなる。下がる。What is this? いいかな。これも覚えておいてください。まあ、テストではね、あんまり得点には関係ないとこなんですけど。で、もう一個は、この疑問詞。まあ、今回は what ね。what を使ったとき、こいつを除いた後ろ部分ありますよね。what の後ろは、疑問文。つまり普通に質問してる文だよね。疑問文を作る形の順番になるんだよっていうのを覚えておいてほしいんです。疑問文がつくんだよって。どういうことかっていうと、この is と this を使うもの、まあ、this is って習いましたよね。今まで、その this を勉強したときに、this is ほにゃらら。これね、これはほにゃららですって文だよって。でも、それを疑問文にしたかったら、be 動詞を前に出して、is this ほにゃららって言えば疑問文になるよっていうのを勉強しました。で、ここ見ると、
is this って順番になってる。つまり疑問文を作る順番になってるんですよ。 this is にはなってないからね。でそれが大事なの。疑問文を作る順番になんなきゃいけないんだよって。この疑問詞の後ろはね。でも今回はさっきも何度も言うけど、丸暗記でも構わないのでそこまで細かく覚えなくてもいいんですが、今回 what の使い方、丸1ってタイトルをつけました。次の動画丸2じゃないです。丸2は結構先に出てきます。ちょっと先なんだ丸2はね。でその時とかにね、これがすごく大事になってくるので、頭の片隅でもいいので what を使ったら後ろには疑問文がくっついてんだっていうのを覚えておいてください。ごめんね、ちょっと一問で長くなっちゃったんですが。で次はあれは何ですか。これがあれになっただけなんで、まあ当然最初は what から始まると。で this、 これだよね。それをあれに変えればいいから what is、 あれは that、 what is that、 これももちろん what を使ってるから下げてください。これであれは何ですかって意味になります。で、せっかく疑問文やってるので、答え方やっていきましょう。で、一応ね、カッコつけました。それは猫ですって。で、なんでかっていうと、これ大事なルールがね、What is this? What is that? どっちでも構わないんですが、This とか That を使って質問したとき、答えるときは、It を使うんだよね。だからこれ、それは猫ですって書いてあれば、それってなってればさ、それって It だなって覚えてれば、まあ It is 使うんだなってすぐ分かっちゃうんですけど、結構学校のテストの時にここを書いてくれないことは多いです。そういう先生はいっぱい見てきました。だからあれ何ですか、猫だよっていう感じ、それを書きなさいって。だから that を使ってるから that is a cat とつまり書いちゃうんだよね。でもそうじゃなくって this とか that で質問したら答える時は it を使って答えるっていうのも覚えておいてください。で4番、これ6番、これ3番と同じです。これは何ですかって。なのに、線が1個しかないんです。こっちは what is。で、2個あったよね。で、this が同じなんですけど、これなんでかっていうと、まあ当然 what is とは書けないので、これ、what に空中に浮いてるカンマ、アポストロフィーね。に s をつけてください。これで what's って言います。what's。what's this。もちろん下がります。この what's は、What is の短縮形です。くっつけたやつね。これもよく使うので覚えておいてください。What's this? What's that? と言えばあれは何ですかも言えます。で、7番が今度それは何ですかっていう。これ、あれ、それになりました。で、それっていうのはさっきも出てきたけどね、it なのでもう同じです。何ですかって聞いてるから、what から始めてください。もちろん what's で書いても構わないですけど、what is、一応線引いとこうか、合うんでしょうか。今回はそれなので、it を使ってください。で、必ず疑問文なので最後、クエスチョンマークを忘れずに気をつけましょう。what is it? それは何ですかです。で、それ何って聞かれてるから、それは俺のペンだよって。私のペンですって答えます。で、まあこれはね、まあ it で聞いてるから同じように it で答えていきたい。でも、it is pen って言ってしまうと、それはペンですになっちゃうんだよね。今回、私のペンって言いたいんで、まずこっちを優先させるといいね。私のペン、私のは、my だったね。my pen。でも、あと1個しか棒が残ってない。でも、it is を使いたい。だから、短縮にすればいいかって。it's。It's my pen って言えば、それは俺のペンだよ、私のペンですよっていうことができます。いいかな。まあここまでがひとまず What の使い方です。9番10番はちょっと What 関係ないんですが、まあ大事なことなんでこれからやっていきます。で9番は、これはとても面白いです。これはとても面白いです。で This is が書いてあるので、これはほにゃららですはもう書いてあるから消しちゃいましょう。で、何が残ってるって、とても面白いんです。とても面白い。で、まず、こっちから行きましょう。面白い。これがね、後ろに入るので、先書いちゃいます。ちょっと長いですよ。多分、今まで見てきた中で、ね、一番長いかも。interesting って言います。interesting。で、面白いっていう単語は別でも出て、別の単語もあるんですよ、実際。
あるんですが、大体の教科書が1年生の最初の方にこの単語出てきます。で、一番苦戦します。覚えるのに。で、苦戦するからテストに出されるっていうね、悪循環なんですけど、interesting、面白いっていう、まあ、興味深いっていう意味のが有名なんですが、面白いとか興味深いって意味になりますので、ぜひ書けるように頑張ってください。で、個人的にはですね、この E を忘れやすいので、こいつ気をつけて、すごく忘れやすい、この E をね。で、あとはアクセント、まあ、ちょこちょこで言ってますけど、これ一番最初に来ます。一番最初にアクセントが来て、interesting、in が強いんですよ。interesting ってなりますので、まあ、その辺の発音もぜひ覚えておいてください。で、例えば、This is interesting って言えば、これは面白いです。これ面白いんだよっていうことができます。でも今回、そこにとてもって、ちょっと強調してるんでね、とっても面白いよって。で、そのとてもっていうのが、この単語、very です、very。で、これをつけると、very interesting、とても面白いっていうふうに言うことができますので、まあ、この very の使い方もね、覚えておいてください。で、ラストですね。あれは古い本です。あれ古い本だよって、まあ、言う場面ないんじゃないかって思うけど、まずは、あれはほにゃららですが始まってるから、今までやった、that is から始めましょう。もちろん短縮の that's でも構わないんですが、書いたんで消しちゃいます。あれはほにゃららです。じゃあ何かっていうと、古い本なんですよね。古い本。で、もちろん古い本がいきなり書けるんだったらそれでも構わないんですけど、まずは、あれは本ですをちょっと頭に思い浮かべましょう。あれは本ですって。そうすると、ちょっとインクがちょっとね、綺麗でした。That is a book. That is a book. これで、あれは本ですっていう文です。いいね。で、それに古い本。本に古いをくっつけたいのね。で、古いっていうのは、これです。old って言います。old。で、英語も、例えば、古い本って言いたかったら、まあ、古い本って順番でつけちゃって大丈夫なの。だから、ここ、ブックの前につければ、old book、古い本っていうことができます。だから、あ、それが分かれば、OK, OK, OK. This is a old book. できたぜ。ってなるんですが、実はこれ×っていうね、ちょっと気をつけなきゃいけなくって、その、this is, お前、this is, that だ。that is a book. これ、あを使ってるじゃないですか。で、このあとあんの使い分けね、まあ、前ちょ動画でもね、言いましたけど、その次に出てくる単語の一番最初が、英語のあいうえおになってるかどうかで判定します。で、まあ、その時のコメント欄にもありましたけど、本当は発音で判断するの。発音で。でもそれに関しては、また出てきたら言います。今の段階だったら、あいうえおで判定してください。で、どういうことかっていうと、B は、英語のあいうえおじゃないから、あで OK だったんですけど、今、old book に変えました。最初、A のすぐ後ろが O に変わった。O は、英語のあいうえおに入ってる。つまり、母音ですよね。に入ってるので、あを、あんに変えなきゃいけないんです。あんに。これあれだね。ちょっとこれだと見にくいから、これも青にしましょう。こうだね。That is an old book. ってすれば正解っていう。ちょっとダブルでね、引っ掛けた問題で申し訳ないんですが、結構出てきやすいとこなので、ぜひね、まぁ、今回の主役は What です。こっちをね、まず完璧にしてもらいたいとこではあるんですけど、まぁ、おまけになるんですが、この9番、10番のとこもね、ぜひマスターしてもらえたらと思います。では、今回はね、Wattの使い方やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。